央さんってハリスミさんの娘さんで、あの映画監督でいらっしゃる、すごいあの面白いエッセイしてもらあられる方なんですけど、そのハリミオさんからすごい面白いとこ教えてもらって、ゆきちゃんまずやってきたのは香港の一番古い下町昭和、いわゆる東京で言えば浅草。さてさて、ここに何があるんでしょう。ちょっとこっちを見てください。ほら、人がいっぱい吸い付けられていくところがあるでしょ。今ちょっと人がいっぱいいてよく見えなくなってしまいましたが、ほら、食べるところなんです。ここで、ここはね、すごくね、あのハニーさんがおっしゃるにはね、とてもね、美味しいところだそうで、食べるところとそれから作るところがもうごっちゃになってる。ちょっと入ってみましょう。こんな路地のもう細いところに、香港には至る所に表通りよりももっとたくさん人がいます。香港ピープルは食べることが大好き。特に美味しいお店を見つける才能は天下一品。美味しければまあ多少汚くたって気にしない気にしない。家族友達で押しかけて食べまくる。でもゆきちゃん大丈夫かな。こういう景色の隣でこう食べてるっていうこの凄さ、皆さんもう夢中になって本当にもうどんどん食べています。さすが上手ですね。この大きい包丁、私手切らないかと思ってそれが心配です。まだ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 先があります。ここはまだね、清潔に食器を洗ってるホールみたいですよ。これは本当に表通りとはあの比べ物にならないぐらい人がもうごったにひしめてます。見てください、このお魚、すごいお魚、もう何でも何でも食べると言いますけど、本当に何でも食べる。これは一体どんな味がするんですか。こんな風にしてものすごい、もう奥の方まで、路地の方までたくさんのご飯屋さんがあって、では、せっかくですから、この中のどれか一軒で私もここでご飯をいただいてみたいと思います。怖い。こちら長州料理につきものなのが、食前に出る一人前6杯の鉄観音茶。これが名物。これがなかなかね、菊お茶です。でもすごく美味しいんです。苦い。お料理が一品また一品と来るようですが、まずこれはしゃぶしゃぶみたいな、香港式の長州料理式のしゃぶしゃぶみたいですね。こっちはなんか白湯っていう感じですけど、こっちすんごく辛そうですね。なんか私辛いものが苦手なので食べられるかどうか不安です。生きてるじゃないですか。エビが成仏しましたので、新鮮です。そんなに辛くはありません。これも多分お魚の一種だと思う。だから魚のね、あのつみれのようなねものなんじゃないかな。しゃぶしゃぶの牛肉のような存在の魚がやってまいりました。これはあのうなぎのようなものだという説明ですが、何しろ食べてみないことには分かりません。これがね、やり方が面白い。小入れがありまして、この網にこうやって乗っけてですね、それでこうやって入れるんだそうです。もう煮えたぎってますね。プルプルとなってきたら、これで自分の好きなだけ入れたら、そしたらこうやって出してどっちがいいか分かんない、出して
につけて食べるんだそうです。ブリブリしてます。普通のうなぎよりなんかずっとあの肉がなんか厚いみたい。うなぎっていうよりなんかアナゴ、ヘビ、そういう感じです。